急いで来ていただいたようで、何？ザオさん、一人で大丈夫なんですか？ラウさんでしたか。いつもいる護衛の方は？少々忙しくなったので、いろいろと手配してもらっています。こうして私も大手を振って青空の下を歩けるというわけです。兵ゆえきっての若手幹部に青空は似合わないと思うけどね。それは確かに。お互い時間もないことですし、本題に入らせていただきます。実は昨夜、インドのから突然連絡がありましてね。我々との長期契約を打ち切ると伝えてきたのですよ。いや、さすがに驚きましてね。なんとか引き止めようとしたんですが、ほとほと困り果てていたんですよ。そうですか。それが私たちに何の関係が。昨日エルム湖南岸で一体何があったんですか。ひょっとして僕たちが一緒だったのは、すでに掴んでいるみたいだね。そして遊撃士協会と蛇の者たちが現れたということくらいまでは。一体インドの海、何が起きたというのですか。あなたに話す義理はないと思いますが。ということは、やはり彼女に何かがあったのですね。ダメだ、尋常な相手じゃない。下手に喋ると情報を。やれやれ、なかなか。やはりインドのは女性でしたか。おそらく超人的な内向で、気と体型を変化させていたといったところでしょうか。それだけの身体能力があれば、ステージでの活躍も納得ですね。いや、どうも気になったので、前にアルカンシェル関係者のスケジュールを調べたんですよ。するとインドのがこちらの仕事を断るタイミングが公演の日などと一致しまして、いやはや皆さんのおかげでようやく確信が持てなくて。彼女をどうするつもりなんですか。今のところ特には。まあ、正体を知ったのが私だけなら脅しという手も考えられて、ギルド関係者もいた以上、ここで皆さんの口を封じるわけにもいき。冗談きつい。話がそれだけなら、急いでいるので失礼しますよ。まあ、そう、今の情報のお礼に耳寄りな話を提供しましょう。ランディさんですが、3時間ほど前、マインツ山道のとある地点を訪れたそうです。赤い星座の動向については専門の監視班、その監視班からの連絡。なるほど。それでその地点というのは。現在クロスベル警備隊が防衛線を敷いている滝の手前、その付近にある高台からザイルで崖下に降りたとのことです。その先は気づかれそうだったので追跡。ロイド。はあ、この上もない情報だ。サオさん、情報。あなた方が頑張れば、まあ、ランディさんともとも死な強いですよ、彼ら。わかりました。よし、エリグマで課長に連絡してすぐにマインサンドへ出よう。はい、了解です。なんとか追いつかないと。ここが正念場ですか。
どうやらこちらも全力を出す必要がありそうです。行くか。どこに行こうかな。さあ、行くぞ。滝の手前の高台。サオさんの情報通りみたいです。行ってみ。やっぱりこの場所から崖の下に降り、しかし一体ザイルは岩場の狭間に降りているみたいですけど、とにかく俺たちも降りてみるしかないだろう。よし、みんな準備はいいか。 OK です。こちらも問題あり。同じく行きましょう。ランディを使う。よし、みんな注意して。行動に通じている。もしかしたら前に閉じ込められた。地図の位置を見る限りその可能性は高そうだが、もし急降山まで行ければ両兵の防衛ラインの反対。彼が奇襲を仕掛けるとしたら絶好のポイントかもしれない。アクセス。すでにランディさんはこの先を通過していると。ですが、それほど複雑な行動ではなさ。あまり迷うことなく進む。そうか、よし、なんとかランディに追いつこう。ええ、了解で。アロンジ、俺の番だな。ついはっ。まだまだいける。上出来だ。
すがですね。行くぞ。
の番か。はい、そこです。よーし、そこ任せてくれ。あ、行くぞ、エイト。みんな、大丈夫か。よし、チャンスです。皆さん、良いデータが取れました。お疲れ様。
任せて。えっ、俺の番だな。えいっと、私の番だ。えい、よし。えいっと、がっ、いきます。それ、はい、そこ。皆さん、お疲れ様でした。俺の番だな。せっ、いや、いきます。えい、いきます。やあ、さてて、よかった。俺の番だね。えいっ、やっ、よーし、はっ、任せて。へっ、世話が焼けるな。任せてくれ。せっ、やっ、行きます。そこです。ええ、へい、よっ、はあ、任せてくれ。はあ、私の番です。よかった。Ah!
襲成功、チャンスです。だめだわ、今だわ。みんな、行くぞ。せいや、私の番です。えい、セーター、オールグリーンです。私の番です。はい。皆さん、お疲れ様でした。よし、一気に行くぞ。わかった。行くぞ。私の番です。ドライブ開始。任せてくれ。えいっと。よーし。はっ。へい。駆動。悪いな、先に行かせてもらうよ。
全力で行かせてもらうぞ。私の番。よし、せい。行きます。そこです。行きます。そこ。さてさて。よし。えい、じゃ。行きます。ああ。データ収集終了しました。えい、は。奇襲成功。チャンスです。大丈夫だ。今だわ。みんな。よし、えいっと。悪いな、先に行かせてもらうよ。恐ろしく、どうやら軍用犬と同じように訓練された。ま、犬科じゃなくて猫科みたいだったけど、やっぱり赤い星座が。多分両兵団が軍用魔獣を刺激するのは、さすがにマフィアの軍用犬とは格が違うみたいだったけどね。生意気にも挟み撃ちにしてきました。でもあのミンネスという男が今のを使っていたとなると、ひょっとしたら赤い星座とも関わりが。ああ、御用商人から資金調達係、とりあえずなんとか撃退できてよかった。終点も近そうだし、このまま先を急ごう。はい、
ここは急鉱山の入り口近く。よかった、無事たどり着けたわね。ですが、ダンディ先輩はどこに？まだ仕掛けてないんなら合流できそうだけど。出口の外から爆撃撃戦の音も聞こえます。ダンディ、俺たちも出る。イエスさん、必要なかった。いや、ちょっとヤバそうだね。何？絶好調だね、ランディに。シャリか。やっぱりランディにはそうじゃなくちゃ。シャーリーの好みとは違うけど、かっこいいよ。抜かせ、こいつ。てめえみたいな人食いとらなんて、お断りだっつうの。釣れないな。でもせっかくだから、もう少し楽しませてもらうよ。でもやっぱブランクだよね。そろそろ限界なんじゃない？テスラさん、完全に使いこなしやがったか。ランディーに教わってた頃のシャーリーじゃないんだってば。わかんないかな、そこんとこ。いっちゃえ。今のランディーにくらいじゃやっぱり満足できないな。まあいっか、とっておきの遊び相手はちゃんと見つけてるし。ランディーしばらくパパのところでリハビリすれば、顔を取り戻せばすぐに闘神の座を継げるからさ。でもまあ今回のところは腕一本くらいはもらっておこうかな。ラッディ、おっと、あはは、やるね。それじゃあサクッと口直しでも。ロイド。お兄さん、見かけによらず思い切りがいいじゃない。シャーリーみたいな小娘にえげつない連携攻撃なんてね。手加減できる相手じゃないの、見ててわかったからな。君には危険度 S と手配魔獣に対処するノリで当たらせてもらう。正解。ダメだ、いくらお前のドーパーだ。
防御しきれるわけが。ま、当然そうだよね。やれやれ、今ので転ばせられないの。隊長、シャーリー様。お前ら。オッケーよ。そんなにシャーリーと遊びたいなら少しだけ相手をしてあげるよ。ちょっとは楽しませてよね。来るぞ。全力で迎撃します。がっかりさせないでよね。ここは引けません。レイダー行くぞ。今だわ。行くぞ。任せて。私の番です。ロイルさん、お願いします。任せて。よっしゃ、行きます。実力か。レンドで負けるわけには。悪くないんだけど、こんなところかな。とっておきのごちそうの前にデザートばかりもなんだしね。ミレイユサイン、ええ、あなたたちの課長から司令宛に連絡があってね。敵部隊を確認。これより総統戦を始める。ただしマインツ奪還と安全確保を最優先とせよ。許すもん。それじゃあまたね。またすぐにでも会えそうな気がするけど。あなたと来たら無茶ばかりして。連中の相手は私たちに任せなさい。あなたたち、これ以上ランディが無茶しないよう。はい、任されました。ふぅ、やれやれ。とりあえず一段落はついたみたいね。ランディ大丈夫ですか？どこかやられたんじゃ。ロイド、改めて聞いておく。こいつは一体何のつもりだ。ランディ？ランディさん、分かってんのか。お前らは戦場に足を踏み入れたんだぞ。軍人でも良兵でもない、殺し合いのプロでもないお前らがどんだけ危険なことをしたのか、本当にわからねえのか。お嬢やティオスケにも言いたいことがある。ノエルやワジも危険は分かってるんだろうに、なんで止めなかったんだ
て仲間を危険にさらしてどうする。ふざけるな。ロイド、ロイドさん。仲間を危険にさらせないからここまで来たんだろうが。じゃあな、なんてあんな紙切れ一つで俺たちが納得できるなんて本当に思っていたのかよ。やっぱり俺はそもそもお前らと一緒にいるべきじゃなかったんだ。俺の手は血塗られている。戦場で兵士を殺しただけじゃない。関係ねえ村を利用したこともある。それで罪もねえやつを、お前みたいな目をした若造を犠牲にしたことだってある。お前らの目の前にいるのはそんな救いようのねえクソ野郎だ。迷惑なんだよ。これ以上は子犬みたいな目をしてすり寄られて、できた兄貴分みたいに頼られて、そんなことをされ続けたら俺は自分を許してやりそうになっちまう。ランディ、ランディさん、先輩。そういうことか。よかった、安心したよ。いつもみたいに余裕な顔で冗談めかして返されたらどうし、やっと俺たちに吐き出してくれたな。ロイドさん、考えてみればランディも俺たちと同じ若造なんだよな。重いものを抱えているのはみんな知っているのに、触れないように気遣ってばかりで、力になってもらうばかりでランディの力にはならなかった。はい、そうね。おいおい、だからそんな風に言ってもらう資格なんて。ランディの過去も罪悪感もランディ自身のものだ。多分それはランディが自分の中で解決するべきものだと思う。その結果、確かに自分のことが許せなくなることもあるかもしれない。だけど他の誰かがランディを許さなくても、たとえランディ自身が自分のことを許せなくても、俺たちだけはランディのことを許すよ。そうね、お互い許し認め合うことが仲間というものだから。前に皆さんが私の過去を受け入れてくれたように、私もランディさんの過去やナンパな性格やだらしないところを許し、私も許します。同じ軍人として避けては通れない問題ですし。やれやれ、こういうのは僕の、そもそも人は生きてるだけで何らかの罪を背負ってる存在だ。こう言っちゃなんだけど、エイドスの前じゃ大差ないんじゃない。俺たちは過去には生きられないし、まだ見ぬ明日にも生きられない。今日という日を、今という瞬間を、ひたむきに生きるしかないと思う。そして今この瞬間、俺たち、もしランディがそれを少しでも嬉しく思ってくれているのなら、どうかランディを許す俺たちを。そったく、お前らと来たらなんで俺がそんな臭い言葉にさらされなきゃならねえんだ。
どんな周知プレイだっつの。まあかつて私も通らされた道ですし前にあなたが言った支援家を選んでしまった時点でみんな誰かさんの被害者ということでしょ。いやだからなんで俺がでも説得力はありそうですねさすがの僕も天然ジゴロにはかなわないな。俺は人殺しでろくでなしの半端野郎だ。生きがったところで化け物みたいな小娘相手には遅れを取っちまう程度だしな。こんな風にテンパって迷惑をかけちまうことだって。それでも構わねえか。よろしくお願いします。雨降ってなんとやるかな。わじてめえ黙ってるって約束だったのにペラペラ喋りやがったな。やだな、誤解だよ。ちゃんと黙っていたのにロイドたちが勝手に君の行方を調べ始めてさ。ちょっとわ、君ランディ先輩が出て行ったことに知って。わじ、お前な。いや、僕だって行き先までは聞いてなかったの。やれやれ、これは僕が悪者ってオチかい。まったく、もうたまにはワジさんも反省すべきではないかと。よっしゃ、なんとか俺も動けるみたいだ。おそまきながらミレイユたちの様子を見に行ってみようぜ。そうだな、撤退してくれると思うんだけど。もともと必要がなければ無用な略奪はしない連中だ。逆に必要だったらどんなことでもやってる。大丈夫？ずいぶん無茶をしたって聞いたけど。いや、どうせっかく封印を解いたライフルはしばらく使い物にならねえが。あのすごいチェーンソーにガリガリやられちゃってたしね。しかしシャーリーさんのチェーンソーライフルといい、赤い星座の両兵というのとんでもない装備を持っていますね。ああ、専門の武器工房にわざわざ依頼してるんだが、ま、ギオームの親方だったらなんとか修理できんだろう。ああ、そうするといい。町に戻ったら早速寄ってみましょうか。でもよかった、またライフルを使えるようになったのね。おそまきながらだがな。いや、お前さんにも随分心配をかけちまったな。そうよ、最初からライフルを使えていれば今も警備隊に在籍したままで。違うんですからね。そのこのチャランポランな男が他でちゃんとやれるのかなってなんだか微笑ましいわね。ランディさんも気づいてはいるんでしょうけど。ゼロ一方面、あ、ご苦労様。それで連中の足取りも。何ですって。どうしたんですか。撤退した両兵たちが突如消えてしまったらしいわ。トンネル道の分かれ道から遺跡方面へ抜けたみたいだけど。月の総員、その遺跡に逃げ込んだのではなく。いえ、遺跡前の封鎖を突破した形跡はなかったそうよ。一体どこに。
あの辺りは切り立った崖ばかりですし、他に撤退できる場所なんてどこにもないはずなのに。うん、あのシャーリーって子に常識は通用しなさそうだけど。おかしいとは思ったんだ。マインツ本面にいた連中だが、どう考えても数が少なすぎる。何？クロスベルに来ていたのは100人前後の王女隊だが、マインツ方面にいたのはせいぜい20人くらいだ。何よりもシグムントールランド、シャーリー以上のあの化け物はどこに行きやがったんだ。ベルシが燃えているのか。わわ、大変でした。ランクアップですね。おめでとうございます。わわ、大変でしたね。わわ、大変でしたね。さすが皆さん。はい、お疲れ様でした。すごい、シュリ頑張りましたね。毎日一生懸命練習していたもの。まあまあですよね。しかし新しいシーンが一つ入るだけで変わるもんだぜ。ああ、イリアと劇団長の執念といったところだな。ジュリちゃんがいれば、私がいなくなっても。どうしたの？おかしなところでもあったか。この気配は、宇宙、どうしてこんな時に、まさか。ダム！上から！最高に盛り上がりそうだし、構わないよね。落ちろー！下がりなさい！イリアが！イリアが巻き込まれたぞ！大丈夫ですか、ヒリアさん。シュリ、無事だよ。ヒリアさんが助けてくれたから、俺。そう。
よかった。電車。次の枠は当たったけど。エリアさん、エリアさん。手を運ぶぞ。わかった。うわぁ、そんなになってまで舞台が大事なんて。やっぱりイリアはすごい。リーシャがこだわる理由もわかるよ。ブラッディ・シャーリー、女誰です。あー、銃だ。銃を持ってるぞ。山道から消えた部隊、その飛行艇が回収したのだろう。バカな。ならば対空レーダー網が反応しているはずだ。レーダーに気づかれずに自治州を行き来するなど。まさかリベールの異変で結社が使ったという。ステルス機能、それを搭載した飛行艇が使われているのかもしれない。だが
今は確かめている暇はない。そのようだ。てめえらにはここで犠牲になってもらうぜ。この俺の過去だ、弱さだ。守らなきゃならねえ余計なもんの象徴としてな。へっ、まさか。はあ、みんな、コウキさん、しっかりしてください。ダメ、お前だけでも。てめえもいたよ。バケモノ、ちょうどいい。てめえ、そのくらいにしておけ。わあ、でっけえな。なんだあれは。お前たちは周辺の沈下に当たる。わかった。ジンゴ、あとはこの辺りの連中を避難させな。ハゲ坊主、武器商人か。お前らも俺に力を見せてくれんのか。望みとあらば、ワジの許可は得ているし、存分に相手させてもらう。やれやれ、直接ドンパチはスタイル。うちの店の近くで好き勝手やった落とし前はつけてもらおうか。上等だ。このバルド・バレスの力、骨の髄までたっぷりと味わってもらおうか。
ここは死守する。建物には近づけるな。はっ。兵ゆえの剣士どもか。元気で結構なことだ。特別サービスだ。この首を取るチャンスをやろう。全員でかかってくればいい。我らを愚弄するか。よせ、そいつ。その程度か。サオの右腕か。相手をしてやってもいいが、用があるのは貴様のボスでな。全員で仕留めろ。やっ。無駄だ。やれやれ、もう少し静かに訪問していただきたいと。この後も少々立て込んでいるのか。しかし白乱流、さすがと言っておいて、この社員のスナズが俺たちの襲撃を読んでいた。一応はあなた方のような戦争好きと正面からぶつかるほど。にもかかわらず逃げもせずに待っていたとは。このオーガの相手をしてくれるということか。それこそあなた相手ではインドのですら分が悪いと言わざるを得ません。少々確認したいことがあってお待ちしていただけです。はあ、確認したいこと。何？簡単なことです。あなた方の今の契約者は一体何者なんですか？やはり貴様はなかなか見込みがあるようだ。逃がしたか。シグムント様。ザオの部下は申し訳ありません。手傷は負わせましたが。逃げられた。まあいい。せいぜい闇に潜んで牙を研いでおくがいい。よし、仕上げに入るぞ。ここを爆破しない。 IBC ビルに向かう。やっ。とにかく状況がどうなっているか確かめないと。ゼルゲイド、聞こえるか？課長、ご無事ですか？ああ、なんと警察本部が襲われたんで、支援課の方で各方面の連絡を受け持っている状況だ。警察本部か？急いで行かないと。いや、そっちはすでにソーニャの部隊が。できればお前たちは港湾区の方に向かってくれ。港湾区？つい先ほど両兵の一部が兵ゆえの死者を爆破したそうだ。そのまま IBC ビルに乗り込んでいったらしい。
現在敵の主力部隊はオルキスタワーを攻めている。アリウスやダドリーが持ちこたえているようだが、警備隊の助けは必要だろう。他の遊撃士たちは市街地に放たれた軍用魔獣を片付けるので手一杯のようだ。で、そちらの方は大丈夫なんですか？通行人は可能な限り支援課の中に避難させた。サイトがバンをしているから軍用魔獣も近寄ってこないしな。ちゃんとキーヤもいるし、心配するな。そうですか。なんとか大丈夫そうだね。わかりました。これより港湾区に向かいます。くれぐれも気をつけろ。 IBC ビル、ミラ目当てってことかな。わからないけど、とにかく急いだ方が良さそうだ。本当は襲撃されたっていう警察本部も気になるけど。でも、とにかく急ぎましょう。 IBC ビルにも皆さんの知り合いがいましたよね。そうね、ベルがいる可能性は高いわ。ヨナや主任も祭壇の事務所にいると思います。とりあえず港湾区に着いたところで車は止めた方がいいだろう。パンツァーファウストをぶっ放されるかもしれない。その危険もあるのか。了解しました。港湾区の入り口。あのツァオたちが簡単にやられたとも思えないけど。時間がねえ。とにかく一体何があったんだ。銃を持った連中が乱入してビルから出ていけと。特殊合金製のゲートもあっという間に破壊された。赤い星座、危険度 S とは聞いていたが。あんたら、ヨナ主任、無事でしたか。なんとか、いきなり銃を突きつけられちゃったけど。流れてる情報よりもはるかにやべえ連中じゃんか。しかもあの赤毛のおっさん、連中のボスじゃねえのか。ボスって、そうか。ああ、化け物みてえなおっさんだよ。脱出していないの？お嬢様でしたら、ちょうどミシェラムの方へ。ナオは逃れているはずですわ。そう、よかった。どうやら余計な民間人は全一体何をするつもりなんでしょうか。わからねえな。ろくでとにかく行ってみよう。ああ、東通りは比較的安全です。そちらに向かってギルドを頼ってください。わかった。皆さん誘導しますから。
なかなかいいタイミングで駆けつけてくる。おじき、シグムント・オールランド、一体どういうつもりだ。クロスベルしてこんなこと、罪もない人々を踏みにじって。これも帝国政府の差し金だと言うんですか。それよりランドルフ、ベルゼルガーはどうした。せっかく直したのに、あんたの娘に壊されてな。だがあれがなくったって、あんたは俺がここ赤き死神でも刀身の息子でもなく、特務支援課のメンバー、ランディ・オルランドとして。ランディ、抗うことに決めたか。ならばその言葉の重みに釣り合うだけの証を見せてみる。このオーガロス、シグムントを退けてな。貴様らが届けばここで引いてやってもいい。だがこちらもビジネスでな。制限時間は用意させてもらうぞ。わからねえな。全力でやるしかねえ。どこまで持つかな。この勝負引くわけにはいかねえ。私の番です。今です。行くぞ。今だ。行くぜ。俺の番だな。これ私の番ね。行きます。ガンガン。俺の番だな。行くぜ。今だ。行くぜ。
任せてくれ。これ任せて。行きます。ガンダ、俺の番だな。マジかよ。まあこんなところか。非力ながらも食い下がった根性は褒めてやる。この化け物親父が。さて時間のよう。象徴もああなっちゃう。大きな松明だ。しかし赤い星座か。うちの強化両兵程度じゃ太刀打ちできなさそうだね。さすがにこういうのはあなたの流儀に反するのかな。そうですね。ですが本来戦とは非常なるもの。あの者たちはあの者たちの流儀で戦場に臨んでいるだけでしょう。なるほど。ああ、博士、いきなりどうしたのか。一機目が完成しそうだって。はいはい、わかったよ。手伝いに戻ればいい。というわけで僕もしばらく失礼させてもらうよ。約束の日までも見届け。あなた、構いません。この地を巡る運命、しかと見届けさせてもらいましょう。外はどうなっているんだ。夫、あの人は
無事なのかしら。ああ、皆さん落ち着いて。今入った連絡によると、謎の武装集団が撤退を開始したそうです。安全が確認され次第、ちゃんと家に戻れますよ。そうなの？おう、エイドスよ。ご加護に感謝します。課長、もう大丈夫なの？ああ、ひとまずはな。ルイドたちのやつ無事でいるといいな。うん、大丈夫。ロイドたちなら平気だよ。ああ、そうだな。なんだかんだ言って奴らも成長しているからな。ひょっとしたらかつてのセルゲイ班より。はい、こちら支援課。ああ、ダドリーか。そっちの様子はどうだ？何？両兵どもの飛行艇だと。
そうか、戻る。はい、本当なら半年は勉強させていただくつもりでしたが、いろいろ考えて戻らせていただくことにしました。無理もないわ。今回の件で警備隊もかなりの損害を負ったみたいだし。まあ、優秀な若手隊員は喉から手が出るほど欲しいだろう。優秀かどうかは疑問。すみません、せっかく復興作業が一段落して。いや、気にしないでくれ。今のクロスベルの状況で警備隊の役割は大きいしな。寂しくなりますけど、納得するしかありませんね。ノエル、いなくなっちゃうの？キーアちゃんに会えなくなるのはすごく寂しいけど。そっか。でもまたいつでも遊びに来ちゃうから、それこそ普段と一緒に。ノエル。ノエルさん。妹さん、しばらく退院できなさそうだって。は成功したし、意識も取り戻したからもう心配はないんだけど、やっぱり体力が全然戻っていないみたいで。そう、あ、先輩、そんな顔しないでくださいよ。あの子だって警察官ですから、相応の危険は覚悟してましたし、自分にも責任があるとか思ったらダメですよ。わかった。しかしそうなると今日がノエルの仕事納めか。はい、今日一日精一杯頑張らせてもらいます。よろしくお願いします、皆さん。ああ、ノエルさん、よろしくお願いするわね。各種手続きは俺の方でやっておこう。それと晩飯は久々にどこか外にでも繰り出すか。セルゲイ。いいですね、なかなかの太っ腹で。それなら僕の馴染みのホストクラブでも行くかい。綺麗どころを集めて豪勢な送別会を準備するけど。え？お？ありかもしれね。俺としては綺麗な姉ちゃんのいる店の方が嬉しいが。そういう問題じゃないでしょ。ならば日清ショーがあるミシュラムワンダーランド内のレストランとか。そんなお店があるの？それ以前にお前ら俺の財布の中身を考えろっての。とりあえず今日は夜までに仕事を終わらせないとな。仕事の合間でいいからウルスラ病院に行かないか。え、そうね、いいと思うわ。ここ1週間ほど忙しすぎて様子を見に行けなかったし。賛成だぜ。フランちゃんが目を覚ましたんならぜひともお見舞いしねえとな。確かに端末であの賑やかな声が聞けないのはどうにも。はい、せめて声だけでも聞きたいです。ノエル、
遠慮しないでくれ。俺たちにとってもフランは大切だ。皆さんありがとうございます。それじゃあ一区切りついたら。Thank you.
Thank you.
Thank you.
you